ドリームチェイサーです。今回も前回に引き続き妖怪ウォッチシールコレクション2のタパニャンが表紙のものの続きを見ていきたいと思います。残り17枚です。どんどん開けていきます。ホロが何枚出るか楽しみです。では1個目いきます。せーので、じゃん、おっ、チバニャン。前回も始まりはチバニャンでした。今回もジバニャン。82番振り向きざまのジバニャン。はい、2つ目、せーの、じゃん、あ、意外がぐり、意外がぐりですね。風かもが前回出たかな。3つ目、せーの、じゃん、あ、コマジロー。マックじゃないっけか、なんかファーストフード店で飲み物を注文したコマジローです。携帯片手にかわいい。4つ目、せーの、じゃん、あ、ゴールニャン来た。ゴールニャン、いいですね。これは5つ目、せーので、じゃん、おおー、チバニャン燃えてますね。6つ目、ザクザクいきます。6つ目は、せーの、じゃん、あ、続かなそう、続かなそう。じゃあ7つ目、せーの、じゃん、お、からくり弁慶とロボニャンの会話、ちょっと親的にはどうしようかなって思った回じゃないかなと思いますけど、子供は結構喜んでましたね。次、1枚目、せーの、じゃん、あ、バーク、あ、いろんなキャラクターが出てきて面白い。前回は意外とジバニャンが多かったんですよね。では9個目かな、せーので、じゃん、チバニャン。倉庫を話してたチバニャン来ました。なんで泣いてるんでしょうね。では10個目かな、いきます。せーので、じゃん、リュウくん。リュウくんいいですね。竜神がホロできたから、これもホロかなと思ったけど、ノーマルですね。11個目、百裂肉球中ですかね。さて12個目、せーの、そろそろホロか、じゃん、あ、違かった、コマさん、コマさんのちょっとカッコつけてる感じ。13かな、せーので、じゃん、お、エメラルニャン来た。エメラルニャンのホロー、いいですね。かわいいし、綺麗だし、嬉しい。この宝石ニャンシリーズは本当テンション上がる。トパニャンにエメラルニャンが入ってました。では続いて10、もう数が分かんない、14かな、せーの、と、お、ロボニャン、からくり弁慶とセットのロボニャン、こうやって2人が出てきましたね。15個目、せーので、と、あ、リュウくん。さっきのリュウくんとは違うリュウくんですね。さっきのリュウくん、あれ、同じリュウくんだった、同じでした。意外、かぶるんだ。かぶったのが出てきました。ちょっとこれは残念。さて残りが、あれ、ずれてる。残り3枚、まあとりあえず残り3枚なので3つ開けていきます。
1個目、じゃん、あ、ロボニャンのこれこそまさしくあのからくり弁慶とセットのやつですね。これとこれでこんな感じでしたね。詳しくはロボニャンとからくり弁慶の回を見てみてください。では次は、せーの、じゃん、あ、コマさんのちょっとキュンとしてる感じのふわんとしたイラストチックな感じですね。かわいい。そして今回のラスト1個いきます。せーので、じゃん、お、キュービー、キュービーのこれは前回の柄違いですね。前回は炎を持ってたので柄違いでした。今回出たのをざーっと見ていくとこんな感じですね。コマさん入ってた。やっぱたまに来るフォローが嬉しいですね。そしてドコニャンでした。次回は表紙がツチノコパンダのシールコレクション2を開けてみたいと思います。この中には宝石ニャンシリーズ隠れているか楽しみです。ルビニャンが欲しいですね。以上、妖怪ウォッチシールコレクション2の紹介でした。